カルロヤンカはスイスのアルペンスキー選手、ドイツ語圏であるグラウビュンデン州のオーバー作戦出身。2001年12月に国際スキー連盟のレースに初出場し、2004年1月にはヨーロッパカップに初出場した。2005年12月にワールドカップに初出場したが、その時は完走できなかった。2006年にカナダのケベック州モンサンアンで行われた。 ジュニア世界選手権では3位入賞し、連盟公認のレースでは初めて表彰台に立った。2007年のシーズン終了時にはヨーロッパカップランキング全体で4位についた。2006年12月17日にイタリアのアルタバディアで開かれたワールドカップの大回転では20位に終わったが、2年後の2008年11月29日に、 カナダのアルバータ州ルイーズ湖で開かれたワールドカップの格好では2位に入り、急成長を見せた。その2週間後の12月13日には、フランスのバルディゼールで開かれたワールドカップの大回転で優勝し、翌月にスイス、ベンゲンのラウバーホルーン3での大会でも優勝した。その後、2009年にバルディゼールで開かれた世界選手権では、大回転で金メダル、 格好で銅メダルを獲得した。2009年12月4日から3日間にかけて、ヤンカはアメリカ合衆国のコロラド州ビーバークリークのバーズオフプレイコースで開かれたワールドカップでスーパー複合、格好、大回転の三種目において勝利した。これは10年前に同じ場所でオーストリアのヘルマンマイヤーが達成して以来10年ぶりのことである。また、 同じ週末にカナダのルイーズ湖で開かれた女子ワールドカップではアメリカのリンゼイ・ボンガに種目で勝利し3種目目で金差で破れるという疑似記録を作った2010年1月16日にはラウバー・ホールン・さんで開かれたワールドカップの格好種目でも優勝した2010年2月23日にカナダのブリティッシュ・コロンビア州ウィスラーのウィスラー・クリークサイドで行われた バンクーバーオリンピックの大回転種目では金メダルを獲得した。3月にドイツのガルミッシュで行われたワールドカップではスイス人選手で4人目となる総合優勝を果たした。格好が3、大回転が3、スーパー複合が2の計8回。ありがとうございます。